多29,000系国鉄多29,000系貨車は、かつて日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は日本貨物鉄道に在籍した私有貨車である。本形式は多岐万1450系の後継形式として1975年5月30日に15両、小滝29,000、小滝29,014。 同年9月22日に2両小滝29,015、小滝29,016の合計17両が日本車両製造、川崎重工業の2社にて製作された35トン石の農商産専用のタンク車である。記号番号表記は特殊表記符号、高前置士、小滝と表記する。本形式は純アルミ製のため記号番号表記は特殊表記符号、青前置士、 アコタキと表記し、タンク帯には、純アルミ、連結注意と表記されるはずであるが、なぜか一部の車にしか表記されなかった。落成時の所有者は、日本石油輸送、宇部高産、日本火星の三社であった。1998年に、日本火星所有者二両が、三菱化学物流へ、名義変更した。本形式製作の背景として百七十三年頃、 脳症産専用タンク車の発煙、敵化事故が多発したため、1974年保安対策による荷重見直しにより従来の脳症産、高手症産専用のタンク車については荷重を10%減量する措置が取られた。このためこれ以降の政策では35トン石を確保するためにタンク容積を拡大した新形式の必要が生じた。また、 1974年には全自動化された貨車奏車場である武蔵野奏車場が開業し、強度に難のある純アルミ製タンク車は武蔵野奏車場を通過禁止する措置が取られたため、純アルミ製タンク車はステンレス等に移行したが、農商産専用車については代替可能な材質がなかったため、最後の純アルミ製タンク車でもある。統計式の後継形式であり、 翌年度より製造した多岐29,100型はアルミクラット製に変更したため通過禁止措置は解除され運用の制限がなくなった。外周には保冷のために遮熱用の外反を取り付けている。塗色は銀色であり、全長は12,000 m m 全幅は2,698 m m 全高は 3833mm。台車中心間距離は 7500mm。事業席は22.8立方メートル。自長は18.8トン。換算量数は、赤車5.5、空車1.8。最高運転速度は、時速 75km。台車は、ベッテンドルフ式で、小滝29000小滝29,014は、平ら軸受けの TR41E。 小滝29,015小滝29,016は、コロジク受けの TR225 である。さらにその後、日本石油輸送が所有する一部の車両は、他社から転用した TR225 へ換装した車両もあった。1987年4月の国鉄分割民営化時には、全社の車席が JR 貨物に継承されたが、 1998年に一両が廃車がされ、その後は輸送体系の変化により廃車が進み、2009年度に最後まで在籍した給料が廃車となり、同時に形式消滅となった。各年度による製造会社と両数は次の通りである。ありがとうございます。